はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーブルスナップをやっていこうと思います。ということで、ね、行きましょう。さあ来い、相手見つかる、行きましょう。アスガルド初手は動けず、お、相手は1コストクイックシルバー持っている。さあ真ん中が、あ、サブテラか。岩はやめてほしい。一応次ジュビリー出せるから、サイロック出しましょうか。まあ、ジュビリーじゃなくてネガティブ引ければそれの方がいいっていうところあるんですが、お、ドミノ、クイックシルバードミノ、ほー、ミラーディメンション、そして岩を引く。あれ、ジュビリーで岩引いたらさすがに厳しいけど、どうだろうね。できれば勘弁してほしいところだが、何が来るか。お、ロック女王、そしてジュビリーで、あー、ファンタスティック、あんまり良くない。ミラーディメンション、サブテラ、岩ばっかり。これちょっときついな。一応真ん中アンジェラから、サンスポー行きましょうか。これで行く。ちょっとね、アスガルドはともかく、サブテラ2連続はね、厳しいね。最低2枚ドロー、岩であることを祈る。厳しい。これ厳しいわ。ウルスベーン出してアンジェラ強化する。これ岩出しとく意味あるか。一応ね、ウルスベーンも、アンジェラも強化されるので、何もせず3スポット強化するよりはこの形にして次に引いたカードに期待するっていうのが正解な気はする。これでいこう。何が引きたいって言ったらホワイトタイガーかな、今だったら。さあ、アンジェラウルスベーン強化して、3スポットも育つ。これでね、一応18点出る。ふぅ。そうですか。まあ、1勝1敗の合計点勝負になるとすれば、あ、っていうかサブテラに出されたら負けるか。右に出されたら負けなんだけど、出してこないと読むならば、アスガルドをしっかり勝ち切って合計点勝負、まあでも合計点勝負だとこっちが上だから相手はそれを選ぶ理由はないよね。まあ何もせず終了するしかなくて、3スポットが9点になるので24点出るのかな。うん、違うな、3スポット6点アップで、9点になる。で24点になる、そうだね、24点になるので、一勝一敗、右に出してこなかったら28点。相手15点。まあそもそも右出されたら負けなんだけどね。一応スナップないなら見るか。スナップないなら見ますが、ちょっと、あ、真ん中だ！オッケー！マグニート、これは、勝ってる、勝ってる、勝ってる、勝利、勝ってる。1点差。28対27。危な。まあ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 、右に出されてたらっていう話ではあるが、まあ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 、いいでしょう。勝たせてくれたと思って。そうか。はい、じゃあ次行きましょう。行きます。さあ相手が
見つかる。まあね、最近ね、不可解な動きとも思えるものの正体がね、分かったというか、おそらくね、あれ、リーダー対策だったらありな動きなんだよね。俺が、リーダーを出してきた時に、相手マグニートがね、こっち側満たされてるから、出せないでしょっていう、ことで言うなら、リーダーを警戒した動きだとしたら、真ん中にマグニート出して勝負は全然ありっていうような気もするんだよ。あ、でも相手から見て、でもそれは、あれか、一点足んないのが明らかなのか、今回のケースは。だとするとやっぱ不可解だな。そうか、そうか。そうだよね。やっぱりなんかおかしいな、今のは。まあ、ちょっと、今回のゲームに集中しよう。さて、まあ、アイアンハート一応出しますか、この感じだったら。まあ、そうね、1体分損するんだけど、3コストそのままね、出さずに終わるよりはいいんじゃないかなという感じですね。相手はキャプテンアメリカ、アッセンブル。これね、ジュビリー、ウルフスベーンかな、どっちだろう。いや、ジュビリーで行くか。ニューヨークジュビリーかな。さあ、引っ張ってくるのがネガティブ。おし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 、裏返した。4ターン目で裏返せればまだやれる。あー、でもここでサイドックか。サイドックはちょっとな。まあでもサイロックウルスベーンって出そうか。オッケー、これでいく。さあ、相手はどうしてくるんだ。さあ、ウルスベーンは結構育つ。アイアンマン、私がアイアンマンだ。さあ、これね、アイアンハートこっちやって、こうかな。ちょっと3スポットをやっちゃう可能性もあるんだけど、あ、いや違うな。ちょっと待って、そっか、アイアンハートニューヨーク勝てないか。ニューヨーク勝てないから、むしろこうしてしまって、いや、それも違うな。え、わかんない。どうしよう。これは。いや、やっぱりこうか？あ、わかんない、これ。これで行ってみる。さあ、相手は、おっと、いっぱい移動した。ニザベステだね。ニザベステ、ブルマ、リスが出る。アッセンブルする。私がアイアンマンだ。26点出る。強っ。私もアイアンマン。さあ、おっと、サンスポが消える。はい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 。真ん中12点が厳しいな。12点じゃ無理か。ダメだー。ザーハー。そうかー。いや、ニザベ丸ごと捨ててきたね、相手。それはちょっと予想外だったな。なるほどね。
お、あ、まだいる、まだ手に入る。オッケー、クレジットゴールドシーズンパス。なるほどね、ちょっと今のはやられたね。ゴールド帯でかなり今回停滞してるな。40代前半をうろちょろしてますが、まあ今回はこの辺にしときましょう。終わります。ありがとうございました。よいしょ。